そう、あ、イレギュラーに切るのもそういえば 2way3way なのねみたいな。そこから入りで、薄いところとこう厚いところが、できてきたときに、僕らと先にやっちゃうのが、厚い原因はここにありって思ってるので、 M ゾーンのアウトラインの毛は横に置いといて、この毛をイレギュラーで取ってあげる。それで薄さをってなった時に、何か彼女が止めた時から始まりの質感を M ゾーンで合わしといてあげる。うん、それもツーエスリー、引っ張るさ、ツーエスリーは、うん、って思ってしまうので、もう今日はどこ教えてあげようかなぐらいな感じなの、まあ、個人的にはもうツーエスリーありすぎだよって思ってしまうから。だからこう止めることだってあるよねきっとねとかなった時の、だから M ゾーンの、質感の表情の合わせ方っていうのは結構幅広いんだよっていうふうに覚えておいてもらうといいかな。でもさっきは細野さんは、サイドと後ろの厚みが気になるからそうしたんだよっていうのが、だから厚みでそうしたところを 2way3way に使える自分の知恵が必要なんですよね、うん、っていうふうに考えてもらうといいかなって。で引き続き、じゃあもうちょっとイレギュラーな感じが、ウェットな感じも最近なんか流行だから、セニングでは好かないで、なるべくイレギュラーな感じでちょっと空いてみようかなって、あ、そうだ、ここ後ろサバにしたんだもんねとかってなった時の、どうしようかなとかって言ってイレギュラーで切ってみて様子を見てみる。後ろは後ろでもちろん、こう切っていくんですけど、バランスを見て、彼女の肩の位置を見て、今日のウエイトの位置は大丈夫って、後ろで見るときの仕事ってあるじゃない。後ろで見るときってね、結構ね忙しいんだよね。今日のアシンメトリーさはどこで中心にするのから始まりの、正面でね鏡で見るより後ろから見たこのレイヤーの位置って分かりやすいから、この時点で自分が、大丈夫かって言って、でパネルを特に頭皮が下を向いてるところの、ここの手前までのところ、もう一回やるね、はい、一発目のアウトラインを決めて、ザクザクザクっと決めて、その次そのままにしてヒュッとパネルを上げるだけでも、ここにイレギュラーな感じを入れるだけでも、もう柔らかさすぐできちゃうから、うん、持ち帰る必要はない。だから厚く取って、両側を見て、それでサイドのヘムゾーンの、質感と合った時に、今度はそろそろ、でもここまではねもうちょっ と取り切ってもいいかも、彼女は結構だったって思って、でイレギュラーな感じどうみたいな、はい、それで横から見てみる時の、どこまで自分のウエイトの位置が欲しいかなみたいな感じ。そうするとあと物足りないとこどこかなっていうと、トップの毛かな、トップの毛が本当にここでいいんだろうかみたいな、でこのトップの毛を切ることで何が使えるんだろうかな、綺麗な面とウェーブどっち、あの遊びの毛、それも 2way3way かもしれない、はいはい、あとは前髪かな、うーん、前髪は難しいね、うーん、前髪はちょっ と,、パーマがかかってるのをどれぐらいかかってるか見てからかなとは思うんですけど、この前者のカットもちょっと僕はよく理解が分かんないけど、何のためにやったのってこう聞いたんですけど、はい、耳にこうかけてあげて、何かこう パートをつけたとするじゃない、こうやって、それも 2way3way だよね、分けないわけないよね、2ヶ月間経ったらさ、目の中入ってきちゃうし、そしたら皆さんどうする？僕だったらね、内側のとこのアウトラインは本人の好きなアウトライン、上のデザインラインはさ伸びた時にさ流れるように切ってあげるよ、流したい方向はどっちか、そしたら
じゃあ左に流したい、あ、右に流したいって言ったら右側でこう切ればいいしっていうのが、それもそうすると今は自然に落としておきますけど伸びたら流れるようにしますね、あのしておきましたねっていうだけでいいわけじゃない。だからワックスはこう使ってくださいね。できればマットなワックスで、あんまり光沢感のないやつで、ずっと一日持つやつ、ブルーのこれです。でそういうのがちゃんとコンサルできると 2A3A はいけるわけだから、だからそういうふうに、思ってもらえるといいかなって思うので、本当はもうちょっとくるんとした前髪を想像しているので、ちょっと今ではちょっと切らないですので、一回これで流してみたいかなと思うんですけど、眉毛が切れた切れてないかで、お客様に問いかけなさいので、眉毛の上か下かとか、横に流した時はどうですかって感じで、で今日は 2A3A ってことだったから、さっきで言うとその前髪が伸びてきた時はどんな感じになるかなって思った時も、キーワードはやっぱりどこかなってなると、キーワードはここだね。前髪のキーワード、生え際の縦の線と生え際の横の線のこの毛、この毛を、キーワードにしながらどうしようかなって思うようにしていきます。で、危険さえ生まれれば流れると思うので、よく感動ですね。はい、では感じなんですけど、でも面積がヘアの面積とどうかなって見て、
あ、意外と平気かもしれない。だから思いっきり、どんどんぐらい平気みたいな、えらとかって怒られるんですけど、ね、いつも自分のネタにしてるんですけど、で、これも前なんじゃない？今日はね、ちょっと始まる前は本当ドタバタしてたので、自分の髪もくしゃくしゃで、最近は悲しい髪型がないみたいな。で、この短さでもカールがかかってるから、くしゃくしゃ止めて、ジェルで止めていってもいいよって。で、今はクリームだから、髪型が。それでもいいかもしれない。なんかこうぐさぐさって重ねてきて、まとめてないんだけど、でも理屈は皮膚が長くなったので、あなたは絶対痩せてみようみたいな、僕もなんかある限り絶対痩せてみるよみたいな。そこで、なんか楽しくサロンワークの中で自分の美について教えてあげるっていう、それでそれで、もちろんカットもあるんだよ。でもなんかね、今日はカットにしなかったから、もっと根本が分かんないとそこはできないのかなとか思って、でそのあたりカットがあっていいんだと思うんですけど、でそのヒントは、今日言ったプロのモデルさんはなかなかいつもカットは出してもらえない。でもあの人は、どこにも、仕事も行っても違う洋服と違うメイクと違う髪型の整髪料で潤してもらったら別人になってくる。彼女もモデルさん、クロックから、自分の、パンツから、違う今日はテストで、違う洋服で出てきてば、メイクをちょっと変えてるとか、どんどん変われる、あなたはモデルさんと一緒よみたいなことを勇気づけさせてあげるっていう意味でいくと、何が一番大事かっていうと、意外とプレーンなデザインも、意外と常識、光栄、それで言いながら、大きくがっつり通例です。大きくがっつりスリーウェイにしながらシンプルなデザインでもう十通りもあなたがいろんな綺麗さがいっぱい身についてるわよっていうところを教えてあげるっていうのも皆さんの、仕事なのかなと思って、僕はね今わざと重ねて重ねてシャクシャクってしてジェルをちょっとつけたので、はい、それはできるでしょう、簡単に。でも意外と自分でできそうな感じの頭かなと思うので、まあ、こんな感じのツーレースプレーだし、アイロンで伸ばすのツーレースプレー、まあ、今日のツーレースプレーはいろんな髪型になるよといった、話で、耳にかけてあげて、これは、ブラッシングしていくと、上は伸びてしまい、下がめて後ろをダクテルみたいに跳ねさせてもいいんじゃないとかって言って、このかけ方をいろいろ変えてあげたらいいのかなっていう、はい、意外と、45度に巻いてあげたんです。なるべく45度に45度に内巻きにもしやすいように、はい、外張りにもしやすいようにって言って、これが、ロックだとすると
ップの最終着地を、180度0度直角で90度真ん中で45度45度は意外と魔法でアイロンを入れるときも、プレートの平らなアイロンを入れるときもロフトを巻くときもカラーのローライトハイライト入れるときも意外と45度っていうのは、何でも効く。で今日も、ウェーブにもなるけど後で耳をかけたら外跳ねにもなりますよ、内巻きにもなりますよ。でスレスピューの中に、ワイディングも、あ、そうか、あの180度まっすぐ90度この真ん中のこの角度は誰にでもすぐ見つけやすいし、いろんなところで自分で意識するっていうのが結構、大事ですよっていうふうに思ってもらえるといいかなと思うので、野田さん簡単って言ったら拍手お願いします。